濃いジェンジャンの路線でございます。皆様お久しぶりになります。ラングリッサーモバイルランモバのお時間でございます。まあ2ヶ月の間ずっと私ガチャを引いてこなかったので、今回最初に引いていきたいと思います。ではスタート。はい、ということで今回久々に本当にガチャを引いていこうと思います。ある意味ね、このねランモバのいいところっていうのは、ある程度 SSR1 体2体出たら、まあしばらくその子育てても、はっきり言って2ヶ月前に手にいたレリンやレオン、まだ育ちきっておりません。そんな状況下なんで、あんまりねガチャをねガツガツと引かなくても、コツコツやっていけるゲームということが非常にわかります。いやー、はっきり言ってね、私ねかなりハマっております。動画の配信数はもう本当に少ないんですけど、めちゃくちゃ面白いですね。僕の大好きなその要素が含まれているゲームなんで、ついついねずっとやってしまうんですが、まあ今回昨日かな、後期のラブソングというイベント限定ガチャが来ました。なんとここではエルヴィン、そしてリアナというキャラクターがやってきます。はっきり言って回復系の中でリアナというキャラクターは相当強いです。一度行動した後に再度行動することができるという特殊能力を持っております。ちょっとね、僕もねこの光の起源コレクション、このティアリスも回復役としてはかなり強いんで、どっち引いたらいいかなとかってすごい悩んでんですが、まあちょっと話は別ですけど、フレンドであるレオンさんから、ティアリスよりかエルヴィン、リアナ、こちらのガチャを引いた方がいいんじゃないかというねアドバイスをちょっとねいただいたので、私エルヴィンも欲しいんでね、どっちも持ってないんでね、まあ出たらいいかなと思って引いていこうと思います。この何ヶ月も引いてなかったおかげで、これなんだ、ルビー、セブンナイスで言うとルビーなんだけど、これは聖魔章というんですね。聖魔章が1万超えております。そして金の、召喚券も60枚ありますね。最低60は引きます。でちょっと違うのは、このティアリスと違うのは特別サービスっていうのはないんですよ。初回に獲得する SSR は必ず未所持の指定英雄が出現する。こちらの場合、私ティアリスもルナもディハルトも持ってません。なので SSR の出る確率、まあちょっとね演出でわかるんですけど、ガチャ引いた瞬間にそれが出たら、おそらくこの3体のどれか1人っていうのが決定されるんですが、一応このね後期のラブソングガチャに関してはそれがついてない。まあその代わりガチャの詳細見ていきますと、 SSR が一応 2% で、リアナとエルヴィンが 0.8%、 それ以外が 0.024 ということなので、かなり率は低いは低いんですよ。なのでまあ SSR が出る演出が来たらどちらか引けるんじゃないかと思われます。もう一つのこっちの方だと何パーかな、 2% は 2%、 ただティアリス、ディハルト、ルーナが 0.5% で、もし3体みんな持っていたら他のキャラに振り分けられるということですが、それよりか率が 0.8% なのででかいということになっておりますね。では早速引いていきましょう。久々に引くなぁ。でもこんだけガチャしないでも楽しめるゲームって本当にいいよね。よし、まず1回目、もうちょっと演出忘れちゃったけど、当たりが出た瞬間っていうのは演出時間がすごい長いんですよ。でん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 、うん、このあと長いんですけど、あ、まあこれ普通ですね、普通ですね。こっから出る確率っていうのは相当低いんで、まあどんどん引いていきましょうか。もうこの辺は多分ダブリンチョになっていくと思います。おっ、よいしょ。まあその代わり SR が1体、あー、おお、来た、よかった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 、あ、すごい出るな、よいしょ。おっ、ローガ、そろそろ終わりかな。 SR1、 ただこの SR フレアが出ましたね。僕フレア全然アリーナでも使ってるんでね、これは嬉しいですね。さあ行きましょうか。オストナ、
うまくね、SSR が出ることないんでね。さっき見た演出だね。こっからなんかある？なさそうだね。これもダメそうだね。まあじゃあ SR が何で来るかっていうのをちょっと期待しましょう。お、ローガ結構出るね。ローガ。よいしょ。あ、またローガかい。SR、フレア来た方が僕は嬉しい。さすがに SR 系って、ああ、これ出るんだ。出るんだ、君。多分ガチャから出たの初めてかもしんないな。よいしょ。でもほとんど使ってないです。シェリーがいたら必要ないっていうぐらいなんで、誰っけ、ランスか、ランス。ランスですか。いやー、これで30回目ですね。いきましょうか。来い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 、頼みますよ。お願いします。でん。よいしょ。あー、変わんねえか。同じ演出ですね。はい。あ、バチッとね。さ、フレア来い。あ、これは普通のレアですね。あー、でも全然ガチャ引いてないから、結構これで、幻突できるキャラクターもいるかもしんない。うん。そろそろ来るか？まだ来ないか。あ、まだ来ないか。相当。おー、エマーリンクですね。エマーリンク。一応再調整入ったんで、ちょっとは強くなってるんですけど。いや、渋いなぁ。SR2 枚も来ないね。きついねぇ。うわ、きついなぁ。よいしょ。お願いいたします。なんか来ないかなぁ、演出。よいしょ。さぁ。いや、また一緒ですね。ローガー。もうローガーこれ、結構溜まってるよ。よいしょ。また同じ。なんで、また同じかい。ダブリンチョ。結構今日は同じキャラクターがひたすら出ますな。あ、おじいちゃん来たね。おい。あ、またこいつかい。あ、フレア来た。よし、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 よし。フレアはいいですよ。フレアはいいです。うーわ、SR1 枚しか出ないね。お願いいたします。ちょっとまっすぐ引いてみました。そろそろ来ないかな。さあ、こっから弾けるか。あ、一緒ですね。悔しい。あ、ポチったな。あ、ポチったな。ポチったな。せめて SR2 枚来よ。 SR2 枚来てほしい。おー、1枚目。もう1枚来い。あー、来ない。あー、来ない。こいつばっか来んな。なんだよこいつ、なんて名前だっけ。レスターか。すーげえレスター出てる気がするんだけど。エグベルト、はい、出ました。あー、これでもう金の召喚権なくなっちゃうわ。いやー、マジか。ってことはやっぱりもう割らなきゃダメだね。よいしょ、お願いいたします。また一緒ですね、演出的にはね。はい、いきましょう。でもね、こっからでもう出てる人いるらしい。あー、早いね、早い段階に来たね、SR。ってことはもしかして2枚目あるか、2枚目あるか。あ、おじいちゃん、おじいちゃん。あ、またこの女の子。はい、シェリーの相方。はい、レオンの相方。またシェリーの相方。うわ、SR、SSR、あ、来た来た、2枚来た。初めて2枚抜き来た。いやー、これで剣使っちゃったね。800ぐらいだもんね。行きましょうか。ほんと出ないわ。行け、早出し、早落ち。あー、とりあえず。今演出何来たか分かんなかった結局。あ、演出切ることも可能なんだね。そうなんだ。あ、来ましたね、侍さん。育ててないなこの子。ローガー。ちょっと早い段階だから、もしかしたら2枚 SR が出る可能性はあるよね。あー、また来たこの子が。お、新しい子来ましたね。ファーナ持ってなかった子ですね。SR。OK。意外と持ってない子がいるんですな。まだ SR でも。
あー2枚来たけどな、残念。行くか。うーやっぱ出ねえなー。よいしょー、演出お願いしたいけど来ないねー。一緒だねこれもね。はい、うーん難しいなー、落ちとな。フレア来てほしい。あーイザベラ、イザベラじゃなかったな、名前ちょっと忘れてた。そんなような4文字のカタカナの名前だった。おじいちゃん、いやーきつい。でもなー出る確率は 2% だからな、別の方に行ったところで出るってわけじゃないからね。行くよ、もう一回行くよ、もう一回行こう。いたします。スル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 、ゆっくりいっちゃった。また一緒だね。悲しいけど。お、来た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 。これ多分何らかの演出だよ。ゆっくり行こうか。行きます。タッチ。ふう違うね。あ、ポチッとな。でもこれでも左をなー、きたー、よし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 、来てくれた、リアナゲットでございます。狙ったものが来た、よっしゃー、おー嬉しい、やったー。おー SR も来た、リアナゲットー。やっぱ結構引かねえと出ないね。なんか前ちょっと話したのが10投目 ?10 回ぐらい引いたらやっと来るみたいな話はしてたんですけど、ちょうど10回目ですかね。そのぐらいは当たってるよね。はい、無事来ました。というか当たりキャラリアナゲットいたしました。よっしゃー。もう一回行きましょうか。ちょっともう一回行ってみようか。どっちだ、エルイン狙っちゃいましょう。あ、でもこれあれか、同じキャラクターとかそういうのに、あ、早いね。これはもう普通のダメなパターンでございますね、演出的にはね。あれ、マジ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 、光った光った光った、リアナもう一体、もしくはエルイン、ポチとな、エルヴィン来い。二体目ゲットした。エルヴィンでよかったんじゃねえのかこれ。エルヴィン欲しかったけどね本当はね。せっかくだったらね。かなり冒頭ね主人公キャラとしていっぱい出てきてたから。うわマジか、リアナ二体か、すげえ嬉しい。はい、SR の子も出てきた。アポチトナー。こんなガチャある？しかも50枚だよ、これ。60枚で召喚か。あ、でも、そうだね。結構楽なの。はい、もう一回行っちゃいますよ。もう一回行っちゃいます。今、運がいいかもしんないから、もう一回来るかもしんない。これで来なかったらもうやめようね。まあ、来ないと思うけどね。そんな3回連続来るなんてね絶対ありえないんだよ。はい、これで終わりでしょうかね。はい、終わりですね。よいしょ、行っちゃいます。早送りぐらいのレベルでポチポチ行っちゃいますね。よいしょ、 SR 何来るかと。よいしょよいしょ、次よいしょ。おー、エマーリンクでございました。うん、はい、ということでここでやめておきましょう。6600残したところでリアナ2体ゲットできました。これマジ。はい、ということでいきなりリアナですけど、これ1体もう1体ゲットできたらもう突破できますね。突破してみましょうか。よいしょ、ブレイクスルーサクセスでございます。これでいきなりもう星4だ。よっしゃー、これはラッキーでございますよ皆さん。いやーすげー、
めっちゃ嬉しい。やっぱね、回復キャラとしては自分ね、もうこのアメルダをずっと連れて行ったので、もう一体の回復キャラ欲しいなと思っていて、SR 的にはこのソフィアがまあいい状況かななんてちょっと思ってるんですけど、まあまだちょっと育ってなくて、リアナが来ました。いやー、これで戦力相当変わるね。もうアメルダに変えて、このリアナをちょっと投入していきたいなと思っております。いやもうね、何が強いってこれですよ。最高度。これにかかっております。なぜなら、行動済みの友軍一体を再び行動させることができます。命力の2倍のヒットポイントを回復する。もうこんなね、反則のシスターはいませんよ。はっきり言って。いやー、めっちゃ嬉しいわ。うわ、すっごい欲しいキャラクターの一人だったんで、まあ、この子戦力に加えて、もっとね、多分、冒険とかも先に進めることができると思います。今回は久々の2ヶ月ぶりのガチャでしたが、まあしばらくね、またガチャ温存しつつ、この子を育てて、どんどんクラスチェンジできるように、強くなっていきたいと思います。もしよかったらグッジョブ、チャンネル登録していってください。では皆さん、バイバイ、ありがとうございました。